現在見直しを進めている原子力災害に関する計画について意見を聞くため、高島市原子力災害対策計画検討委員会の第3回目の会合が11月1日木曜日、高島市で行われました。この日は地域防災計画原子力災害対策編の素案と原子力災害住民避難計画の概要について市の原子力防災対策室が説明、各委員からはそれぞれの立場から意見や質問などが述べられました。市では委員会での議論を重ねるとともに、県や防災関係機関と連携し調整を図りながら、来年3月をめどに計画の見直しを進めていきます。